ってなってますよ。で、近くのね、全東海ガールズファンっていうところでね、全日本チャンピオンになってますから、緑を見ながら。はい、じゃあ、下にして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 。全東海ガールズファンからね、すごい厳しい、何でもありので、空手なんですけど、そこでチャンピオンになったら大変したもんで。はい。ウェーってして、ググっていけ。また、正面揺れします。実際に言うことで、正面で。はい。いいよ。¡Vamos!
けになります。はい、勝負いない。ありがとうございます。ミラー先生、それでは。じゃあ、ミラー先生ももう一つやる。正確で、ブロックで、子供のこの支えのブロックがいいんですけど、このままね、もう一つで私ね、車の中がね、非常に大変。少し細かく砕いてほしいな。細かく砕いて。意味わかりますでしょうか。まあ、その前に、サービス、2つぐらい砕いたらいいよ。2つ砕くっていうのはですね、いろんな砕き方があります。足、頭、どれでもいいです。まあ、ちょっと試合近いに、村田先生って方はですね、近くの商工会もですね、一生懸命に頑張られる方で、しかも5月13日、17日の時にね、大阪で行われます、ポイントローダー、ハードの選手権大会に出ます。全日本チャンピオンになって、ここに意識を学んでください。頑張ってください。そして宮川先生はですね、近く6月1日、これですね、よかったら来てください。長野運動公園。朝10時より、奈良の運動公園、朝10時より行います。NSP 丸の、選手権大会にですね、エントリーしています。第1回のチャンピオンです。私ね。